これワンチャンあるぞ。これワンチャンある。トップオブザデック。はい。どうも、こんにちは。桃子のいちかわです。アディショナルカードが追加されたので、アンリミテッドでアディショナルカードを活かした OTK ロイヤルを使っていきたいと思います。では、対戦の方をどうぞ。さあ、マッチングしました。対戦相手、ヴァンパイアですね。よろしくお願いします。さあ、先行いいですね。まあ、多分、自称アグロだと思うんですけど、まあ、これはもう、バチ、二旗を置いてる暇があるのかということはあるが、まあ、これは置きます。気合で。もう気合で置きます。うん。さあ、ニコスフォロワー来たのは偉い。さあ、鮮血の花園を置くと、実は、勝ち筋ができてしまうが、置いてこない。これ、リオード行きましょうか。まあ、除去スペル打たれてもだるいので。伊藤軍も来るとちょっとどうしようもないですね。おっと、動かない。これは相手苦しいか。私の策で安定しましょう。さあ、顔面しばいていき。さあ、これ、気合の御旗送るぞ。気合行くぞ、気合。群れなす気が。あー、なんか、コントロールっぽいような動きしてますね。群れなす気がが入るデッキって、ねえ、まあ、アグロではない。まあ、まあ、2ターン目までパスしてるからないんだけど。雷冠ベルセルク来た。雷冠ベルセルク。さあ、これ、アディショナルカードですね。オクトリスいたら、しっかり奪ってるっていう案件なんですけど。まあ、ここ、進化圏温存してもいいか。温存しますか。まあ、ここセリアでも強いですよね。上から行けて勝つ。まあ、兵士もバフが乗ると。まあ、進化圏結構重要なデッキなので、まあ、ここは取っておこうかな。さあ、1コストブラッドムーン。いや、強いなぁ。1コストで引っ張ってくるって結構強いですよね。さあ、ラウラ。え、これちょっと待って。え、これ、えげつなくないか？え、あ、でも、10ターン目か、それ以降か。さすがにね。さすがに。さすがに大丈夫でしたね。これは何切るかだけど、まあ、エフェメラを除去カード的に使ってもいいので、こっちにしましょうか。さあ、御旗はいらないんで、御旗返しましょう。さあ、いいっすね。さあ、これもうすでに、パーツがあと1個まで来てしまっている。まあ、ただ、ハンドがあまりない。あまりないので、あまりもたつくことはできない。うわぁ、群れなす気がばっこり刺さっていく。お見事ですね。これ、ここぞとないぐらい刺さったな。感謝する。ベルフィゴール、これは、まあ、進化置きはさすがにしないでしょ。これ、エフェメラ、ガチコリいきますか。ウリエル。ウリエル。残酷な世界に光を。まあ、でも、ここは、しっかりと、エフェメラを進化させますか。で、これが効果発動して、71と。さあ、圧縮ができない。圧縮しようと思ったが、圧縮できない。さあ、これ、トップオブザデックから来るか。まあ、ただ、カオスシップとか。さあ、エメラだ、これは。御旗は無視。さあ、来い！来ない！トップ、うわ、クラキ来た、クラキ！マジか。うお、クラキ走ってきた。クラキ走ってきたとか、キモ。燃え尽きるまで。先人の騎兵。降伏します。さあ、これ、トップオブザデックから来るだけで、勝ちます。
来い、トップオブザデック。オーズ、これワンチャンあるぞ、これワンチャンある、トップオブザデック。はい、往復します。はい、マッチングしました。対戦相手ロイヤルということで、ロイヤルミラーですね。さあ先行引いた。ああ、まあまあいいですね。ウリエルを残すかどうかなんですけど、残しましょうか。さあ2ターン目動きたいが、いいですね。相手がフェイスなのか何なのかっていう感じなんですけど、まあ、ロイヤルは結構守護もいるから、ちょっとやりづらいですね。ペルセウスとかは勘弁したし。さあ、レイピアマスター、これいいっすね。これはじゃあ、リオードでバチコリと上からいきますか。さあ、抜刀術も引いて、3ターン目さえ動ければなんとかなるが。レジェンダリーファイター来た。レジェンダリーファイター来たよ。さあこれもアドブレもいらないんで返しましょうか。さあミハタ、これちょっと4ターン目ミハタ置いてもいいですね。もう先行4ターン目ぐらいしか置くチャンスがないと言っても過言ではないので、さあ白と黒のゲット、顔面パンチ。さあ、ここ、三畑チャンス。こいつは取らないとちょっとめんどくさいので、取って。必殺持ってるのは地味にいやらしいな。このデッキはちょっと進化圏結構大事なので、まあ、あまり進化を切りたくはないけど、まあ、切らざるを得なさそうですね。先人か。まあ、でもこれさすがに先人かな。まあ、ちょっとアドブレは後で置きましょう。で、これ地味に、この先人の騎兵から出る、ヘビーナイトが22に早変わりして、まあ、実質2コスト22。みたいな。まあ、これはもうね、ニワタの恩恵で、コストを回収していく。次ね、進化切りたくないんで、ちょっとアドブレポン置きになりそうですね。気合のポン置き。もう進化を切れないので。まあ、ウェインで上から行かれるとちょっと辛いね。こいつが鍵用なんでね。ワルツマダン、進化も切りそう、切ってくる。この距離じゃ外しようもないさ。まあ、やるじゃねえか。ワルツ取るかな。あー、ルミナスメリーいいですね。アドブレ行きたいですけどね。アドブレ行きますか。まあ、アドブレを上から食ってきたところを、まあ、ルミナスメージで、まあ、進化で取るみたいな。まあ、そういう感じがいいんじゃないでしょうか。まあ、もしくは、まあ、ウェポンディーラー行ってもいいですね。8ターン目に、勝利が見えるので、ただね、ロイヤルはドラゴンナイツがいるから、銀霊来た。銀霊とかいうどうしようもないの来たんだけど、どうするこれ。マジで。めっちゃレオニダス出したいんだけど。この盤面。もうちょっと一回嵐で耐えますか。まあ、一回嵐で耐えますか。嵐で全処理。さあこれトップオブザデック次第では勝ちまで見える。うお、マゼルベイ。マジか。マゼルやりに来たか。来い、カモン。怖いか。
まさかのマゼルベイン来た。さすがにマゼルベインは笑うわ。殺し合いこそ我が工業。さあ来ましたね。さあ舞台は整ったので、まああとはちょっと自分が死なないように、まあ、ルミナス名人進化を切っておく。まあ、ちょっとマゼルベイン取れないんですけど、まあ相手も、まあ処理はしたいと思うんですよね。で、かつ、やっぱ、顔に行きたい。これを両立させるのは、ちょっとドラゴンナイツぐらいしかできないと思うので。これは隙をついてフィニッシュしたい。これ勝ちですね。ありがとうございました。石コストで守護はもう堅牢のやつしかないんで、いきます。バットディオネ。これは実は2パターンの勝ち筋があって、まあ飢餓の輝きを打つか、ウルズを打つかっていうね。ありがとうございました。これ実は、御旗が置いてあれば、ウルズでも、飢餓の輝きでも、20点が出ると。そういうデッキでした。はい。デッキの方が、こちらとなっております。で、まあ、8ターン目に決めたいのが、まあ、罵倒術、ディオネ。そして、進化して、飢餓の輝き。で、9ターン目でも一応できるのが、罵倒術、ディオネ、ウルズと。兵士が、このアドバンスブレーダーで、ディオネとイルミスナ、この2枚を確定サーチする形になっています。なので他は兵士を一切入れずに、まあ、指揮官とニュートラルで固めてますね。ちなみにこのデッキで、動画を撮るために10敗ぐらいしてます。はい。めちゃめちゃ負けるんで、このデッキ多分勝率 10% ぐらいしかないんで、まあ、ネタデッキとして、ぜひ皆さんも使ってみてください。ではチャンネル登録お願いします。お疲れ様でした。